Ah.
今納豆を売ってるんだ。で、周りの値段見たくて、周りの安値が5000円だって、だから自分3000円で売ってるの。だからやっぱり安い方がいいっていう人が好まれてない。そういうふうにやらなきゃいけない。
ネットでも何でもいいけど、値段、困るもの困るもので、自分が買えるんですね。例えば、5万で1万で買ってるけど、自分は20万買ってます。20万じゃないと、儲けがない、ないということは自由なんで、30万も40万も1日につけれることはつけれるんだよ。じゃあ何が違うのっていうこと、なんでそんなにも100万円で100万引ければいいっていうことになる。なんぼでも儲けを人間で儲けたいから、なんでしないのっていう。みんながなんでそうしないの、なんか答えあるのか。選ばれるようにどうすればいいか。安くするんだから、どこまで安くしましただから、そこ話だから。そこはなかなか言ったら言うと話してるけど、なかなかこう理解できてないらしい。その話してても。これ起こるのにどうやってやるの？
てる。いや、昨日の名前調べるの。なんでここになるの。今、あっちの充電してるからさ、あっちまで行くのは危なかった。メールかこれ。これ。何もあんた書いて、全然書いて書いてもなんかわかんないもん。何が何だかのこと。いやまだ書いてないけど、設定してから書くんでしょ、あれなんて。これだ。あれ書いてない人間の方がわかるんで。なんで書いてるのわかんないの。そうなの。